タクシーの運転手さんに無理を言いまして、たかしの止めた位置と同じ位置に今止めていただいています。こういうふうにたかしはドライブイン浜田、前田さんによりますと、ドライブイン浜田と言ったそうですね。この位置ですね。